皆さんこんにちは、ミルトンです。今日はエブリィの床面断熱をダイソーのアルミシートを貼って330円でやってみました。完成品がこちら。かなり薄い素材なので断熱効果的にはそこそこだと思いますが、非常に簡単な作業で DIY できます。使う道具はハサミと内張り剥がしのみ。早い方なら1時間以内で終わっちゃうと思います。ペーパー2本を使ってこれを外していきます。ヒーターがここに入ってるんで仕込まれてるんですね。ここは必ず穴開けないとダメですね。ヒーターの通風口はこんな感じになってます。こんな感じで剥がれましたんで、ここにアルミのシートを仕込んでいきます。
あ、全然長さが足りない。まあいいか。え？足りなさすぎだろ。いや、良くないよね。もう一回切ってくるか。これで終了です。あー、やべやべ。よし、OK。本日もご視聴ありがとうございました。この断熱だけでなく、他にも簡単に短時間でできる DIY 動画を上げておりますので、ぜひチャンネル登録お願いいたします。